マダラシミは、シミもクシミ科に属する昆虫である。摂氏30度台の高温を好み、世界中の熱帯、亜熱帯地域に分布する。欧米では、調理場の路辺に群がり小麦粉、パン粉その他食料品を食害する害虫である。日本では、ほとんど見られないが、東京都港区芝浦の穀物庫で発見されたことも、ある。近年では、両生類や、 爬虫類の飼育趣味の裾野が広がったため、特に熱帯サンカイルの類大飼育のための資料として、愛好家が飼育を行うことがある。体長 U8.5mm、メス 11mm。体は細長く小さなエビのような形をしており、上下にやや平たい。全体としては、他の昆虫同様、頭、胸、腹の3つの部分からなる。触覚は、体よりやや長い。 一見してよく目立つのは後端にある三本の尻尾で、中央のものを、いと、左右の二本を微毛と呼ぶ。おとは、体長とほぼ等しく、美毛は、いとより少し短い。一番前の丸い節が頭部である。目は、頭部の両側に複眼があるだけで、近縁の石の身類にあるような単眼は、持っていない。足は、他の昆虫と同様に三体あり、前、中、公共に、 それぞれ一体ずつがついている。腹部は十節に分かれており、背面の角節公園には、少数の短い合毛がある。地色は、紅白で、開白、黒カチの臨片をまだらに散布する。覆面は、銀灰色。本種は、ツルツルしたプラスチックの壁を登れないため、深めのプラスチックのケースで飼育すると逃げられない。ケースの中に居住場所として段ボールを3枚ほど。 重ねたものを敷き、水分補給用に水を入れるので蓋をした瓶などをケース内に入れておく。産卵場所としてティッシュを丸めたものやダ脂シ面を入れておく。餌は紙を折って作った餌皿にドッグフード、熱帯魚用飼料、コオロギフードなどを入れておく。飼育で気をつけなければいけないことは高温と水分を保つことである。温度は30度以上にしないと産卵数が極端に低下する。 また、瓶の水分がなくなると箱ごと全滅することもある。掃除はほとんどしなくてもよい。ありがとうございます。